名駅名駅は愛知県名古屋市中村区と西区にある地名である。現行行政地名は中村区名駅1丁目から5丁目及び西区名駅1丁目から3丁目、いずれも住居表示実施済み区域であり、中村区と西区とで同じ名の町底は隣接している。中村区には名駅を冠した地名として、他に名駅南1丁目から5丁目がある。 郵便番号は、中村区側が郵便番号450の0002、一部、郵便番号453の0002、西区側が郵便番号451の0045となっている。双方とも、名古屋西郵便局が、周廃局となっている。交渉地名としての、名駅は、名古屋駅から見た東側の地域一帯を指す、町長名である。一方で、 名古屋駅周辺地域という用途で、名駅が用いられる場合には、交渉地名としての町長、名駅に加えて、名古屋駅西側の町日の都である、椿町、大港、乗り竹、広小路通りを挟んで、町長、名駅の南側に位置する、名駅南、北東側に位置する、名護の、北西側、名古屋駅から見て、北側の牛島町といった町庭の全部ないしは一部を、 含めた地域の総称として捉えていることとなる。町長名としての名駅は、九百七十七年、昭和五十二年十月に到区で、住居表示が実施された際に用いられたのが最初である。後日の通り九百七十七年、九百七十八年、九百八十一年の住居表示実施により、中村区、高羽町、堀内町、泥子町、上笹島町、 島町、米屋町、河社町、西草苗町の全部と、中村区、島崎町、牧野町、笹島町、広井町、広高寺西通、小鳥町、西柳町、東柳町、大船町、船入町と、西串間町、厚生町,生町、海地町、菊池、名古屋町、西菊池町、たけ町、たけ新町、和の内町のそれぞれ一部の町域が、 中村区名駅1丁目から5丁目、西区名駅1丁目から3丁目となった。これらの地域周辺は、栄と並ぶ名古屋の代表的なビジネス街及び繁華街である。近年、老朽化したビル等を建て替え、超高層ビルを建設する再開発が、地区内名駅通り沿いを中心に継続して行われていい。国鉄名古屋駅は、1886年、 明治19年5月に設置された当初は、当時の名古屋市街の生端にあたる2013年現在の笹島交差点付近にあった。ここから名古屋市街中心部に向けて、1898年、明治31年に名古屋鉄道の前身の一つである名古屋電気鉄道、名電により、路面電車、後の名古屋市電が開業すると、当地区は、 交通結節点としての発展を始めた。その後1913年、大正2年には、名電の郊外向けのターミナルが当地区の東端の柳橋駅に設置された。昭和になって、1937年、昭和12年に、名古屋駅が現在地に移転すると、名古屋駅東側を南北方向に走る、名駅通りや名古屋駅から東に伸びる桜2が整備された。 また1938年、昭和13年には、石旧名古屋駅、2014年現在の近鉄名古屋駅、1941年、昭和16年には新名古屋駅、2014年現在の名鉄名古屋駅が相次いで開業し、これらの駅を要する名駅地区は交通の集積地として、さらに発展するようになった。第二次世界大戦後には、名鉄百貨店、 近鉄百貨店松坂屋が相次いで出店し、1957年昭和32年には名古屋で最初の地下鉄である東山線が名古屋駅から栄町駅、2014年現在の栄駅まで開けすると名駅地区は商業地区としての大きな発展を見せることとなる。それでもこの時期の名駅地区は 名古屋駅と名古屋市街への乗り換えで通過する街という側面が強かった。しかし、1999年、平成11年に JR 名古屋駅がオフィスホテルや商業施設からなる超高層ビルである JR セントラルタワーズに建て替えられ、メインのテナントとして高島屋が進出してくると、名駅にも人の流れができるようになった。また2005年には、 横滑沖に中部国際空港が開港し、名鉄特急の利用により、同空港まで30分以内で乗り換えなしで、アクセス可能なビジネス拠点という立地に目した企業が、名駅にオフィスを構えるようになった。JR セントラルタワーズの開業以降も、名駅地区では、ミッドランドスクエア、2006年竣工アクアタウン、名ヤハ2006年竣工、名古屋ルーセントタワー、 2007年竣工モード学園、スパイラタワーズ、2008年竣工、名古屋プライムセントラルタワー、2009年竣工などの超高層ビルの建設が相次いでいる。その後も JR ゲートタワー、元、名古屋ターミナルビル、2017年竣工、JP タワー名古屋、元、名古屋中央郵便局名古屋駅前分室、2015年竣工や大名古屋ビルジング、 2代目、2015年竣工などを超高層ビルとして建て替える工事が実施されるなど、内屈市の超高層ビル街への変貌を遂げつつあり、坂へと並ぶ名古屋県を代表するビジネス街としての拠点性が高まっている。2004年には、それまでの JR 西名古屋港支線を旅客路線とした、名古屋臨海高速鉄道西名古屋港線、青波線の名古屋駅が開業している。 講義での名古屋駅周辺地域の井出の名駅地区は中村区東部と西区南部におおよそ東西約 1.1km、南北約 1.1km の町域をなす。地区東端の丸の内との町海沿いには堀川が流れる。東地区は名古屋大地の西側の端に沿う形で流れる堀川の西側に当たることとなり、地区内の海抜はおよそ 2m 程度である。 南北方向に、名古屋駅を挟み込む形で走る名駅通り、東側、名古屋市道椿町線、西側と江川線、名古屋市道江川線、東西方向に走る広小路2、愛知県道6号名古屋長久手線、西木2、桜2、愛県道68号名古屋津島線、大閤通、愛知県道68号名古屋津島線といった大通りを軸に、 町が構成されている。これらの道路の沿線にはビルが林立している。また、日本初の本格的地下街である、サンロード、名古屋駅東側をはじめ、名古屋駅東側の名地下、新名風土、ダイナード、宮古地下街、ゲートウォーク、旧、テルミナ地下街、ユニモール、名古屋駅西側のエスカ地下街、JR 名古屋駅コンコース地下に所在し、 ユニモールとエスカ地下街を結ぶ形となっている。ファッションワンなど、駅の東側、西側ともに広大な地下街が複雑に広がっている。名古屋駅の東側の地区は、名古屋市有数のビジネス街、繁華街となっている。JR、地下鉄、近鉄、名鉄の主要な鉄道駅が集中し、道路の地下には、サンロード名地下ゲートウォーク等の地下街が形成される。 形となっている名駅通り沿いには、同時に、百貨店などの商業施設も集中している。近年の再開発も名駅通りの沿線を中心に行われている。また、桜通地下には、ユニモール、西木通地下には、宮古地下街があり、沿線のビル群と合わせて、ビジネス街、繁華街を構成する形となっている。名古屋駅桜通り口正面から、 南東方向にかけては、歓楽街、飲食店街が広がっている。ライナゴやビルジング裏手の名駅三丁目界隈は、通称、名産、名産、ミッドランドスクエア裏手から広小路通りにかての、名駅四丁目界隈は、通称名、名四、名四と呼ばれ、古くからの歓楽街であり、昼食時や夜間はひときわ人通りが激しい。2011年からは、名において、 各飲食店の食べ歩きグルメグランプリーベと名産グランプリが2月に開催され、2012年からは名4の店舗も加わっている。名駅北東の名古屋には、エンドン寺商店街があり、下町風情の残る地域となっている。名古屋駅の西側は、駅西、または、駅裏と呼ばれている。地区内を走る主要道路としては、名古屋市道椿町線と対交通が挙げられる。 また、JR 名古屋駅と椿町線の間の地下には、エスカ地下街が形成されている。駅西は、名古屋駅開業以後も、中村区役所周辺である西側の中村地区の発展とは、対照的に市街地としての発展が遅れていた。第二次世界大戦後には、闇市やバラックが立ち並び雑然としていた地区あったが、1964年10月の、 東海道新幹線の開通時を同じくして大規模な土地区画整理が行われた。しかし、その後は名古屋市を本拠とする河井塾などの大手予備校や専門学校のほかビジネスホール、小さな商店や風俗店、アニメショップなどが雑然と立ち並ぶ地区となった。2004年には青波線名古屋駅が対抗通り口側に新たに開業している。また、2010年には 高速バスの発着場所として機能していた駅、東地区の名古屋ターミナルビルが解体建て替え工事に入った子から、当地区に JR ハイウェイバスの発着場が移転してきている。町名としての名駅に所在するものをあげる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。